オーバーザスタイル、8回目ですかね、皆さんのおかげで、大盛況でございます。今日は楽しんで帰ってください。ありがとうございます。
25日、もうね、1年ももうね2ヶ月過ぎようとしてるんですけどね、巷ではね結構またね、インフルエンザとかね、ああいうのでまたちょっと今日来れなかったね方もいらっしゃるんですけどね、皆さん元気で音楽楽しみましょう。イエーイ、ありがとうございます。我々ね、今日見ての通り、まあ、ミュージシャンじゃなくてもね、皆さん行かれたことあると思うんですけど、ハードオフっていうね、ちょっと宣伝になっちゃうんですけど、ハードオフのストラップをみんなでね、やってるんですけど、あんまりあれですね、反応が良くないんでね。これあんまり売ってないんですよ、これ実は。ありがとうございます。あんまり売ってなくて、たまたまね、お店で見つけて、メンバー分僕が全部買い占めちゃいました。ありがとうございます。こんな感じで、DTF も、お揃いにしてちょっと楽しんでおります。皆さんもね、ハードオフに、行かれた方はね、また探してみてください。靴下とかね、Tシャツも売ってるんで、で、奥の方でちょっとね、物販もちょっとやってるんでね、よかったら、見てやってください。お願いします。じゃあ、次の曲いきましょう。あ、違うの。 Here I am。 違うよ、私気づかんやったよ。
今日はオーバーザスタイル8回目ということで、すごいね、先輩方に、出演いただいてですね、今日、3M さんトップバッターから、盛り上げていただきました。本当にありがとうございます。ね、そしてね、ここのね、出演していただけるバンドのね、皆様と、あとこちらのね、箱を、心よく貸していただける中井さんはじめね、リードのスタッフの方々にね、本当ありがとうございます。感謝しております。何よりね、一番はね、ここにこうやっていっぱい来てくれているね、お客様たち、この方たちがいるから、やっぱり僕らもライブができるわけで、本当に感謝しておりますので、引き続きね、また、9回目、10回目と、僕が生きている限りね、やっていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。じゃあね、ちょっとここでうちのメンバー紹介としたいと思いますので、よろしくお願いします。あとね、今日もね、広島といえばね、カープ、お好み焼き、そしてね、ビーズのコンセプトはレッドのね、またオーナー、そのお客さんたちもね、今日応援に駆けつけてくれてますので、よかったらね、バーレッドの方にもね、遊びに、行っていただければと思います。ビーズのね、ファンではない人でも楽しめますので、もうビーズのファンはなおさらですけどね、楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。じゃあ、DTF、Don't Shrink Feel っていうね、バンド名でやっているんですけど、そのね、総監督、今日ちょっとなんかキャンペーンガールみたいになってますけどね、あれハードウォークのたすきがけにしてね、ああいうストラップもああいう使い方があるってことね、今日知りましたね。キャンギャルみたいになってます。うちの、総監督であります、オンキーボードミサトございます。そしてね、我らのね、おちゃらけナンバーワンベーシストですね。おちゃらけナンバーワンベーシスト、普段はもう寝ずにね遊ぶというね、昨日も彼ライブあったらしくって、今日朝帰ったの5時らしいですね。そしてそのまま強制的にここで弾いてるっていうね。オンベースヨッピーエーイ、ありがとうございます、ね、そして、今回ね、初めてちょっとサポートで、お願いしてね、素晴らしいドラマーさんを、見つけちゃいました。ね、オンドラムスタケイエーイ。そして、我らの、ね、スーパーギタリスト、ちょっとね、一緒に、結成当時から聞いてもらってます、オンギターのりありがとうございます。そしてボーカル、ギター、そして、オーバーザースタイルという、面倒をですね、こちらのここでやらさせていただいております、りょうと申します。よろしくお願いします。灼熱の下を、we'll be right back.
ETF、 いよいよ最後の曲になってしまいました。ありがとうございます。これをね毎回あの聞きに、楽しみに来ておりますので、次回もねまたもうちょっと大きい声でって言っていただければ喜びます。ありがとうございます。ね、まだまだね、あともう3バンド、強烈な、バンドさんたちがねまだ身を潜めてますんでね、楽しんで帰って最後までね見て帰っていただければと思います。今日は本当にありがとうございました。よろしくお願いします。 The Race